データカード出すアイカツ。
アイカツ橋本環奈トップを目指してアイカツデビューしちゃいます。カードでセルフプロデュース、国民的アイドルオーディションゲームアイカツ、一緒に始めよう。みなさんこんにちは。この度データカード出すアイカツ2015シリーズのスペシャルコラボパートナーに就任した橋本環奈です。アイカツ2015シリーズでは期待の新人アイドル大空あかりちゃんが活躍していますが、私も負けないように一生懸命アイカツしたいと思います。これからアイカツといろいろなコラボ企画を発表していく予定ですので、みんなも私と一緒に全国ナンバーワンアイドルを目指しましょう。一緒にアイカツアイカツ頑張りましょう。カードでセルフプロデュース、国民的アイドルオーディションゲーム、君にスマイル、明日に夢、アイカツしよう、レディーゴー、バッツリゴー。アイカツ2015シリーズ始まる。2013シリーズ、スターライト学園に入学。仲間と一緒にいろんなオーディションにチャレンジしてトップアイドルを目指した1年。2014シリーズ、ライバル校ドリームアカデミーのみんなや WM との熱いアイカツ。そして2015シリーズ、新しいアイカツがスタート。2015シリーズはこの3人に注目。大空あかり、今日もアイカツ頑張ります。氷上すみれ、今日の運勢占ってあげましょうか。新庄ひなき、おしゃれなことなら任せて。ゲームもさらにパワーアップ、24時間全国アイドル宣言。待望の完全オンライン化で日本全国のトップアイドルをスカウトしよう。スカウトしたアイドルとユニットを結成、仲間と一緒にユニットプロデュースしちゃおう。ユニット全体でコーデを揃えてユニットスペシャルアピールを決めよう。自分がプレイしていない時もあなたのマイキャラが全国で大活躍。新スペシャルコラボパートナーに橋本環奈ちゃんが決定。環奈ちゃんと千年に一人のアイドルを目指そう。2015シリーズのトレンドはロマンスストーリー。ロマンスドレスからも目が離せない。データカード出すはもちろん、テレビアニメ、ライブ、劇場版、ますます盛り上がるアイカツ。この秋、新しいアイカツ始まります。データカード出すアイカツ2015シリーズ。データカード出すアイカツ2015シリーズはユニットで24時間アイドル宣言。日本全国のアイドルのマイキャラとオリジナルユニットを組んでオーディションに参加できるよ。ユニットメンバーとドレスのタイプやコーデを揃えてスペシャルなステージにしよう。スワンダンス、あなたのマイキャラも全国のマシンに登場。あなたがプレイをしていない時でも全国のどこかであなたのマイキャラが誰かとユニットを組んでるかも。他のアイドルのオーディションに協力すればご褒美ももらえちゃう。ドリーミングライト2015シリーズはユニットを組んで目指せナンバーワンアイドル。アイカツ2015シリーズ第1弾。データカード出すアイカツ2015シリーズは新テーマロマンスストーリーが登場。たくさんのおとぎ話をモチーフにしたロマンスドレスが勢揃い。第1弾で登場する
白鳥の湖をモチーフにしたスワンダンス。可憐な白鳥のオデット、妖艶な黒鳥のオディール、そして王子様のジークフリートをイメージしたコーデ。こちらは白雪姫をモチーフにしたアップルフォレスト。白雪姫や小人をイメージしたドレス、とっても可愛い。コーデにアクセサリーもつけると特別なオーラを出せちゃう。おとぎ話の主人公気分でロマンスフィーバーを決めちゃおう。ユニットメンバーみんなでコーデを揃えたら特別なアピールが出せちゃうよ。ロマンスドレスでもっと素敵にセルフプロデュース、プレミアムドリーミングハート。カードでアイドル活動、アイカツキャンペーン。ドレスでナイトメアパーティーに参加しよう。トリックオアトリート。アイドルックでセルフプロデュース。アイドルならみんな使ってるアイドルック、あなたはもうチェックしたかな。アイドルックでは自分だけのプロフィールを作れるよ。素敵なプロフィール画面を作ってセルフプロデュース。アイカツで遊んだ IC カードのデータもチェックできるよ。チームメイトにオファーをかければユニットオーディションに来てもらうこともできちゃうの。スワンダンス、詳しくは公式ホームページをチェックしてね。アイドルックでアイドル活動、アイカツ。ウェブにアクセスすればマイルームもカスタマイズできるよ。芸能人はカードが命、いつでも熱いアイドル活動、コシニアイチゴです。帰ってきたよ。ただいま。え、イチゴ。アメリカでの1年間のアイカツ修行を終えて帰国すると、日本ではスターライト学園のライバル学校ドリームアカデミー、略してドリアカのアイドルが大人気。学園対抗ライブでいきなり対決することになった音代セイラちゃん、プロデューサーコースのキーちゃんや、デザイナーコースのソラちゃん、不思議系お嬢様アイドルのマリアちゃんなどなど、ドリアカには素敵な仲間がいっぱい。制服は違ってもトップアイドルを目指して頑張る気持ちは一緒。私たちは学園の壁を越えて一緒にアイドル活動してるんだ。そして高等部に進学した私たちに可愛い後輩ができました。大空あかりです。よろしくお願いします。入学をかけたオーディションキャラバンで合格した女の子、大空あかりちゃん。歌やダンスはまだまだだけど、きっと素敵なアイドルになる、そんな予感がします。自分だけのアイドルの輝きを目指して頑張れあかりちゃん。そんな私たちに大事件が。みずきさんです。みずきさん、みんな帰ってきたよ。活動休止中だったみずきさんの電撃復活、しかもそれは二人組ユニットダブル M としての復活だったんだ。みずきさんが選んだパートナーっていうのは、気持ちいい、お花のような笑顔が素敵なミラクルガール、夏木みくるさん。ダブル M としてユニット活動をスタートした2人のステージは本当にすごくて、パートナーズカップではいきなり優勝。ダブル M の圧倒的なパフォーマンスに私たちは全然かなわなかった。そんなダブル M に私とセイラちゃんはユニットツウィングスとして再挑戦。今でも信じられないけど、私たちツウィングスはトゥインクルスターカップで水木さんたちに勝つことができたんだ。まさかここまで来ることができるなんて。パートナーのセイラちゃんや全力で向かい合ってくれた水木さんとみくるさん、支えてくれる仲間や応援してくれるみんなのおかげで、この1年も最高に熱い配達ができて本当に嬉しかったんだ。これからもたくさんの夢を叶えていきたい。アイカツって本当に楽しいね。というわけで、この後はあかりちゃん紹介をお願いします。あ、はい、大空あかりです。10月からは
アイカツが新展開。私、大空あかりがいちご先輩、葵先輩、蘭先輩みたいなすっごいアイドルを目指して、スターライト学園の同級生、氷上すみれちゃん、新城ひなきちゃんたち、新しい仲間と一緒にアイドル活動頑張ります。テレビアニメアイカツは毎週木曜夕方6時からテレビ東京系列で好評放送中です。私たちのますます熱いアイドル活動、応援よろしくお願いします。